そんな感じですね。気がついたら今僕はここにいた。という感じでですね、駅にたどり着いて、なんちゅう駅だっけな、ビンゴ森駅だっけ、ビンゴは広島ですよね、ビンゴが大分県、ビンゴ森駅、ここら辺、この駅もね、なんか洒落てんだよね、まあ、新しくしたのかもしれないですけど、結構駅舎が綺麗になってんですね、新しく。駅前はこんな感じでございます。まだね、列車が来るまで時間があったんで、特急電車とか利用すればね、もっと早く移動できたかもしれないですけどね。なんか乗る意味がない。いいよね、豊後森駅でございます。こっちの方角からね、自転車でずっと来たんですけどね。駅の中に鳥居がありますね。山に囲まれ、田んぼが広がる。まもなく列車が参ります。豊後危ないで森すから駅。黄広色い島だっ線のたら、内側へお下がりください。ビンゴですよね。豊後。あそこはまさもっなき言ったくところですね。列車が扇参り形まのす。蒸気機関車のと危こ。ないですからで、黄僕色いは線の今内回側のへお下がりください。赤い列車。一両編成かな。一両編成ででもなんか電車の形してるやつはいいよね。なんかバスみたいな形の一両編成はあんまり好きじゃないんだけど。ちゃんと列車っぽい形のやつが来てよかったな。まあ、バスみたいなやつも魅力的っちゃ魅力的なんですけどね。760円のね、切符を買って輪行しております。12月20日、車窓の風景でございます。川が流れたり、山があったり、そんな風景でございます。そして日田市に入ってきます。なんか寅さんの映画とか思い出しますよね。日田市でございます。前回の続きなんですけども、九州町からね、日田の方にね、輪行してきて、日田駅でございます。ひとまずこの駅は通り過ぎていきます。いいね。日田駅はちょっと中心的な駅なんで、ちょっと栄えたい感じで街並みが広がっている。綺麗な車体ですね。川沿い、街が広がっている。遠くに山が見えている。まあ12月ですからね、ハイシーズンではないので、そんな色鮮やかという景色ではないですが、これはこれで味があるというものでございます。そして僕はですね、ここはですね、夜明けという駅でございます。日田市内にある駅ですね。ここはね、本当は分岐する駅気ながんついですたけら、ど僕も、はここにいた。でも廃線でバスに変わってしまう感じになってしまったところなんですよね。雨の影響でね、水害の影響で分岐した小倉方面に向かっていく視線がね、なくなっちゃうところ。そして浮橋がね、近くまで迫っていたので、とりあえず自転車で浮橋の境まで行って、浮橋の境まで行って、そして引き返してから、その廃線になった路線沿いに北上していくんですね。バスに変わるそうなんですけど、今も代行バス中なんですけども、もうバスに移九行し州たのと考山えて奥、いいのかな。でもね、サイクリン廃グで。線になった駅はまだ工事中だったりしておりましたね。ちょっとね、ここはね、坂道をちょっとだけ登る感じだったかもしれないな。バスの本数もそんなに多くなかったんで、次のバスが追いつくまで自転車に乗ろうかなみたいな感じでしたね。そして東峰村、ここから福岡県にまた入っていく。東峰村というね、福岡県の南西、東の方に、南東部にある。気がついたら今僕はこうにいた。うん。
宝生山って読むのかな。宝珠山駅ですね。宝珠山駅、宝珠山駅。もうバスの工事がしております。駅舎だけ残されていい感じの駅舎なんですけどね、財政が厳しいんでしょうかね。で、今のところで食べようかなと思ったけど、レストランがなくて、ここのラーメン屋さんまで自転車で来てですね、まあなんか喫茶店みたいなところでラーメンを食べてしまいましたね、うん、で、近くのバス停まで行って、代行バス、まあ、JR 九州がやってるバスに乗りますね。もうバスで、ね、ちゃんとしたバスで、仮設じゃなくて代行バスだったんだけど、もう本気のバスに変わっておりますね。坂道はバス輪行で、添田町かな、添田村かな、添田村の方に向かっていきます。山道を行っていきます。添田町の方に行きます。添田で、添田駅まで列車は動いてるんで、この代行、まあ、代行バスって書いてあったんで、一応代行バスなんだね。で、添田駅からとりあえず130円の切符を買って、あとで生産するこれまでね、発車する前だ。今回のね、動画の説明をしたいなと思います。どの時実転車全国市区町村旅、旅498から522日目、2021年の12月14日から1月7日まで、2021年12月四つ間の輪行旅20、くどいね、なんかね。これいらねえな。くどいんだよ。吉妻の輪行旅2021年12月九州編、青春18切符輪行42周目の説明、何度か分かをまとめて やるんですけど、前回の説明では、福岡県の野方まで説明しました。その続きでございます。野方にね、ネットカフェがあって、そこに泊まって早朝出発するんですね。そして宮若市、小竹町、野方、そして福知、糸田、田川、そして川崎まで行って引き返して、田川から輪行しまして、飯塚市に入って、また自転車に乗って、鎌を通って、動画内ではね、桂川って言ってたんですけど、京泉って読むんですね。京泉町、こっから輪行を敷いて、八幡西区、八幡東区を通って、まあ電車から降りてまた乗るみたいなことをやってですね、まあこれ降りわきで乗り越えたんですけど、
戸畑区でも降りてまた乗るみたいな。で、小倉駅また戻ってきましたね。小倉駅はね、一度来てますね。そして今度列車で河原まで行って、河原、そしてここから自転車に乗って大戸、赤、ここから列車に乗って平成筑豊鉄道かな、宮古町で降りて次の列車に乗る。ちょっとね、長時間待ちましたけど、湯河橋市で乗り換えて神田で降りてまた乗るみたいなことやったな。小倉南でもね、降りてまた乗るみたいなことを やりました。そしてこの日の夜は小倉駅の近くのネットカフェに泊まりましたね。そして次の日列車に乗って築城、また降りてまた乗るみたいなことをやりながら、豊前、またここでも降りてまた乗るみたいなことをして、吉富から自転車に乗ったんですね。雨上がりな感じでしたね。そして高宇毛に行って引き返して吉富を通って大分県に入っていきますね。大分県そして以前この辺は自転車で旅しているので輪行して宇佐まで行きまして、ここから自転車に乗って豊後高田のバス停まで行って、そして国崎市で降りて船に乗って姫島に行って、そして船で引き返してきて国崎、豊後高田、宇佐まで行って鉄道に乗って別府市をね通り過ぎてね大分市まで行きますね。そして次の日ね、ネットカフェから出てきて列車に乗って由布市また降りてね乗るみたいなことがあって、九重で降りて自転車で一駅だけ移動して草で次の列車に乗ります。そして日田で自転車に乗って福岡県の浮羽まで行って引き返して日田を通って、そして東峰村、福岡県の東峰村に入ってここからバス輪行しますね。鉄道がね普通になっているんで、で添田まで行って輪行して田川五島駅かなに戻ってきましたね。そして飯塚からですね、列車に乗って京井線、そして博多経由でね迂回してね、列車がなくてね、そして佐賀県の木山町から天城線っていうやつに乗ってですね、で筑前市っていうのは別にあったかな。でこの辺に境がいっぱいあってですね、小郡市、そして立ち荒町、そして朝倉市を通ってですね、で西鉄を輪行してですね、久米市のネットカフェに泊まるみたいなことをやっております。まあ、ところどころ以前から来てるところ、博多とか大分とかね、宇佐はね前に来てるんですね。そんな感じです。全体的なデータね、旅は522日まで、
外国の自転車旅は韓国と台湾。これまで旅した都道府県は47、全部行っております。市区町村の数は1656。ここがね、ちょっと計算間違いしてなければの話なんですけどね、ちょっと怪しいんですね。ですね、今回は福岡県の旅でございます。あと大分県と佐賀県も行っておりますけど、まず福岡県内で初めて行った場所、今回の動画内、宮若、小竹、福知、糸田、田川、川崎、飯塚、蒲、西線、京線、八幡東、戸方、河原、大宇都、赤、宮古、行橋、神田、小倉南、築城、豊前、吉富、小宇下、浮葉、東方、添田、筑前、大郡、立原、朝倉、久留米、全部で67箇所行っております。そして今回の旅で初めて行った大分県は、豊後、高田、国東、姫島、湯布院、九九の江、クス、これクスって読むんだっけ、まあいいや、日田市ね、全部で14箇所。そして佐賀県ね、佐賀県の木山、初めて行って16箇所ですね。全体的な位置関係なんですけど、東京世田谷区をスタートしてぐるぐるぐるのの字を描いております。番号順的にはもうね、小笠原もね、番号がつながっております。番号順的にはですね、39周目、北海道からね、番号がこうつながっていって、四国のね、高知県とかね、広島県とか山口県とか通って、で、また北海道の方に伸びていく。一応北海道のね、ニセコ町、昔行ったことがあるんですよね、ニセコ町。あたりまで番号がつながっている。北海道は大変なんだよね。今お金を貯めてるところですね。今回の旅の出発地点は、野方から出発して宮若、小竹、野方、福知、糸田、田川、川崎に行って、田川に戻って、飯塚に行っ
って京あとね蒲に行ってから京線に行って、そして列車に乗って八幡東で戸畑小倉駅行って、そして河原に行って大宇都に行って赤に行って宮古に行って、宮古から橋行く橋神田南区で小倉まで行って泊まって、次の日が築城、そして豊前、そして小宇下よ、あ吉富行ってから高原行って、そして吉富を通って中津ね中津通って宇佐行って豊後高田に行って、そして国橋ね、ここがですね一応ね43周目のところで、42周目のところに姫島がありますね。で宇佐まで戻ってきて列車に乗って大分市がですね45周目でございます。でこっからですね列車に乗りながら湯布九九野江、そして日田、あじゃない、どっちが先だったか忘れちゃいましたけども、順番は忘れたんですけど、どっちか湯布九九じゃないな、九九野江行ってから九州に行ったかな、そして日田に行って、そして福岡県の浮橋行って戻ってきて日田から、東方に行って、でバスに乗って添田に行って、そして、川田市に行って列車に乗ってで飯塚清泉でね、列車で迂回をしてね博多市を通って、博多市を通って木山っていうのが49周目でございます。木山からね、天城線に乗って筑前町まで行くわけですね。ここにいろんな境があって立花とかね小郡の境があってですね、そして朝倉市も通って、そして南海に乗ってですね、久留米まで行くっていう感じですね。そんな感じですね。